お疲れちゃんです。ラットですね。今回はですね、マジでグラチャレおすすめするデッキを紹介します。ということでこちらになりますんで、こちらなんですけど、まあ結構あれなんですよね、ウルトラが5枚入ってて、このまあ綺麗なんですけどね、この見た感じ綺麗なんですけど、まあウルトラが5枚入ってて、まあ組みにくいかもしれないんですけど、まあ組める方はぜひ使ってほしいデッキですね。で、まあ遅延からの、まあ、ノックバックのボーラーで、まあインドラも入ってっていう、まあすごい強いデッキとなっております。今回はマジです。今までなんか僕が紹介するのってなんか微妙みたいな、うんみたいなあったかもしれないですけど、今回はマジです。はい、ということでグラチャレささっと買っていきたいなと思います。で、このデッキがもうすでになんか流行ってるんですよね。ちょくちょく見られて、もしかしたらまあミラーマッチとかもあるかもしれないですね。きた、よし、いきます。熱い。いやー、で基本的にまあカウンター、防衛からのカウンターでスケラして、うんって感じですね。はい、言ったらそんだけですね。で、まあホグか、ホグっぽい、ホグっぽい。ここはもうホグをキング起動しましょう。よいしょ。まあ一発は受けるんですけど、まあ一発で抑えます。で、ここのまあカウンターにスケラ打って、まあマスケかなんか出たら、まあこれポイズンで入れてあげて、よいしょ。これはまあそんな刺さらないかもですけど、まあポイズンで削れつつエレビズのダメージが入りますね。で、ここはまあボーラー置いてあげれば、僕が来たらボーラー、来なければアイスイズ。来たー、来るんかい。いやー、やだやだやだ、痛い痛い痛い、頑張って、遅延頑張って。まあ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 、もうこれぐらいはしょうがないです。よくありますよくあります。いやでも待って、なんかいい、なんかいい。で、ここのゴーストで、まあ、バルキリーを咲かせましょうと。で、しかも相手は今エレビズを咲いたので、このインドラがですね強い。だからインドラ出しておけばほぼ防衛してくれます。で、まあ、ホグ来たらボーラーでも相手出せないです、さすがに。しかも相手今あれだ、エレビズ咲いたんでここでスケラ打って、おお、相手のなんかデッキもすごいっすね。あんま見ないけどめっちゃ刺さってる、結構おらい。で、まあ、ここは、もう、ボーラー出してあげましょう。で、ホグ来てもトルネードありますし、まあまあまあ、ここはもう、楽に守れますね。来い。来た。で、ここにエレキも出してあげて、よいしょ！ホグを、この、ノックバックプラス、エレキの遅延。ノーダメ！よし。でかい。これでかい。で、まあ、ここは一回後ろからですね。これポイズンでいいや。ポイズンでインドラを削ってあげましょう。よしよしよし。よしよし。で、もう一回ボーラー出してあげて、で、どうしてもダメージ受けたくなかったら、ここでもうトルネード。もう、こうしたら入らないですね、マジで。このアイスイズプラスボーラーが強くて、さらに大型に対してはインドラ。で、このエリビズもあるんで、マジで防衛力半端ないですね。あー、もうこれは相手が諦めましたね。ということで、これは1戦目はもう、もらいましたね。いや、マジで、今回のこれは、当たりです。当たり。僕の今までの動画は、なんかでも、珍しい当たり動画のデッキだと思うんで、ぜひ、ね、使ってほしいですね。ということで、次。本当に、何にも負けない。それはないけど、それはないんですけどっていうぐらい今回のはあり。あー、なるほど。さあさあさあ、ここはですね、まあ基本待って、どうしても相手が何も出してこなければ、まあ、ゴーストを後ろから出してもいいかと思います。なんかもうゴーストは出しとけばなんとかなるカードですね。で、ここはまあバルキリー来たんで、ゴーストだと
まあ、1対1でやられてしまうので、ボーラーを後ろから出しときます。で、お相手テスラ、あー、クロスだ。相手クロスです。これはボーラーがターゲット取ってからエリビズ出したいかなっていう気持ちがあります。よいしょ、取ってなかったー。いや、なんか結果オーライみたいになってる。いや、なんか結果オーライみたいになってる。しかもボーラー生きてる。オッケー、ああ、バルキリー。いや、でもこのボーラーの一発が200ぐらいあるんですよね、ダメージ。これがでかいけど、まあまあクロスも全然守れますね。ここはインドラでバルキリー処理してあげて、オーラスケルトン美味しい。まあ多分これはテスラかな、防衛されますけど、まあ、一回後ろから組み立てて、で、まあクロス置かれたらボーラーを出してあげればいいかな。あ、これはうまい位置、うまい位置。うわー、ポイズンをかけられない位置ですね。え、待って、美味しくない。でもこのクロスボウを残しとくと2周目クロスがなかなか厄介なので、ここで処理しておきます。で、ここはボーラー避けたくないですね。ボーラーでクロスのターゲットを取りたいので。でも今相手はクロスボウを裂いた。おいしょ、おいしょ、バルキリー裂いたのか。あー、で今バルキリー回しましたね。で、もしかしたらここで来るっすね。なんで、ここはしっかりボーラーだったり、ターゲットを取りつつ。で、相手も全然攻めれないっすね。ん？待って。よし。おいしょ！いけ。もう、数の暴力。で、今相手ファイブを使ったんで、エリウィズも出して、もうこれで相手はバルキリーをこのアイスウィズ、そう、ここにも出したいですし、スケラのとこにも出したい。スケラが刺さる。オッケーオッケーオッケー。いや、これはもう勝ちましたね。スケラって結構、意外とクロスにしんどいイメージあるんですけど、まあまあまあ。やばい。それは良くない。待って、それは良くない。ん？あー、けどアイスウィズがターゲット取ってて、まあこのボーラーもいるんでね。ここは守れます。で、守れそうになかったらポイズンも使っていいので。で、一応、防衛しつつ、よしよし。で、これはもう、あとはポイズンで、フィニッシュ。よし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 。いや、順調っすね。ここで削れなかったらどうしよう。恥ずかしい。よかった。よかったよかった。まあ、なんとか。なんとかでもないか。余裕って余裕っすね。ほぼノーダメ。で、まあ、次ですね。よいしょ。あ、よし。次行きましたね。ということで、ちょっちょ勝ちたいですね。で、基本受けから。基本受けからで、相手が何も出してこなかったら、まあゴーストは出してもいいんで、まあこれ4コスは取っておきたいですね。なんで、どうしても出したいときはアイスビーズ。相手何も出してこないですね。でもコウモリだったら、スケラ。スケラ？やっちゃう。あれ。バルフリかスケラっぽい。いや、スケラ、いやー、どっちかっすね。出た、このアイスウィズの終わらない戦い。もう後ろから、あ、でも今相手ポイズン使ったんで、スケラ打てば結構ダメージが刺さる。アイスウィズボーラー、なんか似てるけど違う。しかもコウモリ。いや、でもスケラっぽいっすね。なんかスケラの匂いっすね、これは。これ勝ちたいな。エレキが欲しい。いや、この対決をインドラ勝ってる。いや、これ欲しい。これポイズンだけで防衛からの、いやコウモリがやだ。コウモリ相手がどこで、あー、で、これは惜しい。で、このアイスウィズの遅延が入ってるんで、
スケルトンが結構生きて大ダメージ。よし、いやこれはもう勝ちましたね。はい。で、まあ、あとは、まあ、どうしても守れそうな時は別に防衛ポイズン使わなくてもいいですけど、基本的にまあ防衛ポイズン使っていけば大ダメージ受けることは絶対ないので、ここのとこですね、ここでしっかり防衛ポイズンで、このコウモリはまあエレキでもいいですし、まあ、トルネードで、で相手は今コウモリ使ったんで、ここで左側につける、よいしょ、やんちゃか。さては、まあまあまあ、これがでもそのアイスウィズのこのダメージ遅延がでかいで、スケラが刺さって、よしよし、もう両方削れますね。でこれをまたしっかり防衛ポイズン、この防衛ポイズンを徹底するのが結構大事ですね。だからここで、あ、守れるからいいやみたいな感じで防衛ポイズンを怠ると結構大ダメージ受けて負けることがありますね。でこれ両方攻めれるんで、しっかり一回落ち着いて、待って、やばいやばい、こういうのよくない。まあここで一回怠る、一回怠る、でもその分しっかり防衛します。で、相手しかも左にボーラー咲いたのもめっちゃでかい。しかも今ここでポイズン使ったんで、あといるのはコウモリだけですね。いて、ここもポイズン打って、インドラも入って、オーケー、ジジといった感じでちゃちゃっと終わりましたね。ということで、まあデッキが強いですね、マジで。ということでね、今回ボーラースケラー、これですね、このデッキ、まあウルトラ揃ってる方はぜひ使ってみてほしいなと思います。ではでは、今回は以上になります。よければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、バイバイ。